T 細胞 T 細胞とは、リンパ球の一種で骨髄で産生された、線具細胞が共染での選択を経て分化成熟したもの。細胞表面に特徴的な T 細胞受容体を有している。末梢血中のリンパ球の70から80%を占める。名前の T は共染を意味するチマスに由来する。1968年に、 G.F. ミッチェル及びジャック・ミラーにより、初めてマウスの胸管リンパ中に 19S 溶血素酸性細胞線具細胞及び、その線具細胞を抗原依存性に 19S 溶血素酸性細胞へと分化させる細胞における2つのリンパ球ア集団が存在することが見出された。この時点で T 細胞にもさらにア集団が存在することが予想されていたが、 1975年にはフィリッパ・マラック及びジョン・ケプラーが限界希釈法。強線上皮細胞表面に MHC と結合して提示された自己タンパクトの相互作用によって強線細胞は成熟するが、このシグナルを受けることのできなかった細胞はアポトーシスにより細胞死することになる。この時に相互作用する MHC のクラスに応じて成熟した強線細胞は CD4、内 CD し CD8 のいずれかのみを発現するようになり、シングルポジティブ共線細胞となる。このメカニズムについては、よくわかっていない。このようにして選択された共線細胞はさらに、共線内の受状細胞や、マクルファージなどによって、負の選択を受ける。これらの細胞によって提示された自己タンパクと相互作用した共線細胞もアポトーシスにより死滅する。 これは自己反応性の T 細胞を除去するためと考えられている。強腺内で発現しない自己タンパクと相互作用する T 細胞はこの機構で選別することはできないため抹消系に入った後アネルギーにより不応投下される。これらの選別に残った細胞は成熟ナイーブ T 細胞として体循環系に入るが二次リンパ組織中で 活性化され、エフェクター T 細胞となる。抹消に存在するほとんどの成熟した T 細胞は、細胞表面のマーカー分子として、CD4 か CD8 のどちらかを発現している。CD4 を発現した T 細胞は、他の T 細胞の機能発現を誘導したり、B 細胞の分化成熟、抗体産生を誘導したりする、ヘルパー T 細胞として機能する。 この CD4 陽性 T 細胞は、高天性免疫不全症候群の病原ウイルスで、ある人免疫不全ウイルスや、成人 T 細胞白血病の病原ウイルスである、人 T 細胞白血病ウイルスが感染する細胞である。CD8 陽性 T 細胞は、ウイルス感染細胞などを破壊する CTL として、機能する。また、NK 細胞と T 細胞の性質を合わせ持つ。 NKT 細胞や CD25 分子を発現して他の T 細胞の活性を抑制する働きのあるレギュラトリー T 細胞などもある。最近では共戦を介さずに文化成熟する抹消性 T 細胞が存在することも知られるようになった。細胞表面に CD4 抗原を発現しているリンパ球のア集団。1986年に T.R. モスマンらが初めてマウスの T 細胞クローン間のサイトカインの分泌パターンの違いによって、スイチ細胞及びスニ細胞の2つのヘルパー T 細胞のア集団の概念を提起して以来、この2つのア集団に関しては、精力的な研究が行われてきている。CD4 陽性 T 細胞から分化し、EFN、ガンマ、マイナス4やイルマイナス5、または、 いる -17 等を産生し、他の細胞の活性化、機能の行使等を助ける。スイッチという細胞は、キラー T 細胞やマクロファージに作用して、それを活性化して、細胞の活性を増強させるものである。スには、いわゆるヘルパー T 細胞と呼ばれるもので、B 細胞や抗原定時細胞と協力して、抗体生産を行う。ヘルパー T 細胞は、 そのサイトカイン産生パターンよりさらに3つの集団に分けられ、T ゼルヘルパーの頭文字を取って、スイチ細胞、スギ細胞、ス17細胞と名付けられた。スイチ細胞は主にいるマイナス12の存在下で、分化し、分化後は EFN ガンマを主に産生する。スギ細胞は、L、いるマイナス4によって分化し、分化後に主に産生するサイトカインもいるマイナス4である。 ス17細胞は最近発見された新たな T 細胞集団で、イルマイナス6、TGFβ 存在下で分化し、分化後はイルマイナス17を産生する。ス1細胞は細胞性免疫を媒介し、自己免疫疾患、遅延型アレルギーにも関与すると考えられている。対するス2細胞は液性免疫を媒介し、即時型アレルギーに関与している。また、 ス17細胞は多くの自己免疫疾患モデルマウスにおいて増加していることから自己免疫疾患に関わっていることが考えられている。これらのスイッチとス2の各細胞を分化させたり分化後に産生されるサイトカインはお互いの細胞群を抑制し調整する性質が単純図式上は見られる。つまりスイッチ、ス2のバランスが お互いに拮抗し合って保たれていると見ることができる。スイッチ型サイトカインを外部から投与することによるアレルギー疾患の治療など、このバランスを操作することによる治療法が提唱されたが、成功は見ていない。複雑に関連し合う関係があると見られている。キラー T 細胞とも言う。ウイルスに感染した細胞や癌細胞を認識し、その細胞を殺す。 レギュラトリー T 細胞とも言う。強線から分化してくる制御性 T 細胞は CD4、CD25、CD FOX3 分子を発現して他の T 細胞の活性を抑制する。その他、抹消で抗原特異的に誘導されてくる制御性 T 細胞や CD8 陽性 T 細胞から分化する制御性 T 細胞もある。癌細胞の免疫回避に関わる。 サプレッサー T 細胞免疫反応を抑制し、終了に導く機能を持つ T 細胞として、ただとみおによって理論が提唱され、研究されてきたが、現在では、その存在について否定的な見解が主流となっており、制御性 T 細胞にとって変わられている。ガンマデルタ T 細胞は、CD4 及び CD8T 細胞とは、対照的に別の T 細胞受容体を持ち、 ヘルパー T 細胞、細胞障害性 T 細胞、および NK 細胞と同じ性質を共有する。ガンマデルタ T 細胞から応答を得る条件は、完全には解明されていない。他の馴染みのない変異型 TCR を持った T 細胞サブセット、例えば CDHP、高速性ナチュラルキラー T 細胞などと同様に、自然免疫と適応免疫の間を広くまたいでいる。一方で、 ガンマデルタ T 細胞は、この細胞は TCR 遺伝子を再編成して、受容体の多様性を生じること、そして記憶表現型も発達させることができることから、適応免疫の要素である。他方様々なサブセットは、制限された TCR あるいは NK 受容体が、受容体のパターン認識に用いられることがあるため、自然免疫系の一部分をなす。 例えば極めて多数の人 V ガンマー Q、V デルタ 2T 細胞は微生物によって産生される共通の分子に対して数時間以内に応答する。さらに高度に制限された V デルタ 1T 細胞は上皮細胞が受けるストレスに応答するようだ。JAR-RDM イミューナサーバレンスイミューナレギュレーションバイ、ガンマデルタ T セルズ J インベストダーマタイル126 25-31ドイ、10.1038 SJ ジャット570万3プミド1641万7214ホールトミーエ W カバレッツ D ガンマデルタ T セルズリンクインナテアダプティブインムネレスポンセズケムイミュナルアレルギー86 151-183ドイ、10.1159 零零零零八六六五九、プミド千五百九十七万六千四百九十三。ありがとうございます。